スターバックスは冷たい飲み物をプラスチックの蓋をつけずに提供する取り組みを全国に拡大すると発表しました。スターバックスでは店内利用の客が冷たい飲み物を注文した場合、蓋なしで提供する取り組みを4月から東京や大阪など113店舗で行ってきました。一部の店舗ではおよそ半数の客が蓋なしでの提供を選択したということです。この取り組みを13日以降全国およそ1700店舗に拡大します。年間およそ100トンのプラスチックの削減が見込まれるということです。スターバックスでは一部の店舗で冷たいドリンクを店内利用の客にグラスで提供するなどプラスチック削減の取り組みを進めています。